トランプ大統領とドイツのメルケル首相にとって貿易が一番の問題です。なぜでしょうドイツ人がアメリカの製品を買うよりアメリカ人がドイツの製品を買う方がずっと多いからです。正確には650億ドル多く買っています。ではどの国が何を買っているのでしょう 2014年ドイツの対米主要輸出品は自動車続いて薬自動車部品でした同じ年アメリカからドイツへの輸出品上位は自動車化学製品医療機器でした1970年代からは大きく様変わりしました当時のアメリカからドイツへの主要輸出品は大豆でしたからでは何が問題なのでしょうアメリカの対ドイツ貿易赤字はかなり拡大しました 1992年には75億ドルだったのが2015年にはゼロを1つつけましょう750億ドルでしたトランプ氏はこれにどう対応するのでしょう大統領はドイツの方がユーロ安でもっと恩恵を受けていると言いますユーロ安のおかげでアメリカ人がドイツ製品を安く買えると赤字を削減するために輸入者に35%の関税をかけると脅していますではドイツの首相はメルケル首相は現状は両国にとって利益があると言いますアメリカにおける200万人の雇用は間接的にドイツ企業に依存して これらすべてを考慮すると大きな譲歩がすぐにあるようには見受けられません。